わどうもこちらパンチパッドです。よろしくお願いします。僕アルバイト先輩。まあ、皆さんはアルバイトの先輩ってご存知でしょうか。まあ、バイトやってる人はバイト先に各々アルバイトの先輩がいると思うんですけれども、もう全国区、もう日本国内でもう崇拝されてやまないアルバイトの先輩、それがですね、僕アルバイト先輩なんですけど、知らない？知らない。まあ、ちょっと知らないらしいので、ちょっと見てみますか。泥棒。港区のコンビニ強盗、犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。東京港区2008年、店に入り真っ先にレジに向かうマスクの男、その右手には刃物が。一気にカウンターの中に入り店員に詰め寄ります。はい、レジに目をやる男。すると、店員がカウンターの上に飛び乗り、あっという間に立場が逆転。男は逃走。警視庁は強盗未遂事件として行方を追っています。まあ、今ご覧になったのがアルバイト先輩なんですけれども、このアルバイト先輩当時55歳のアルバイト店員でして、こちらの事件ですね、東京都港区のコンビニに刃物を持った強盗が入ってきたと。でこの犯人が入ってきて金出せって言うわけですよ。で言ったら金僕持ってないです。いやそこの切り返しがちょっとおかしいんだけど、でそして強盗が一気にレジのカウンターのところまで来まして、これ開けろって言うんですけれど、いや僕バイトなんで、アルバイトなんで開けられないです。それでレジを開けるよう要求するんですけれども、自分はアルバイトだからわからないということを主張すると、そこから僕アルバイトっていう感じで追いかけるんですけれども、まあ、すごい身のこなしだと。でですね、この事件どう調べても犯人が捕まったのか未だよくわかりません未だよくわからないんですけれども、犯人は何も奪わずに逃走したということで、もうアルバイト店員の勝利。これはね、我々全国アルバイトしてる皆さん、本当にこのアルバイト先輩はね、胸の中しまっとこう。いつ何時バイトしてる時にね、強盗が入ってくるかわからないから、その時ね使えます。ちゃんと先輩がもう言ってたから、僕アルバイト。でこれね、この先輩ね、もう大声を出すだけじゃないんですよ。相手よりも上に立つ、本能的に相手よりも大きい存在であるぞということで、威嚇をしながら大声を出す。そして相手がちょっと逃げようとした素振りにすぐ追いかける。そして一気に強盗は逃げ去ってしまうっていうような、もう本当に高度なテクニックを持ったアルバイト先輩です。でまあこのアルバイト先輩について、これを見た全国の後輩は、どう考えてもレジの金出せって意味なのに金持ってないですよの返しも最高。開けられないよ僕アルバイト。冷静に考えたらレジ打ちしてるから開けられるのに騙される強盗草。命の危険もあったのに最後までレジの金を守るアルバイトの鏡。これ実は僕アルバイトじゃなくて僕アルバイト、予約してから来い、噛みついたるわって準備さえ整えてくれば戦う意思があるってことを強気に示してるんだよね。はい、まあということで今回はですね、僕アルバイト先輩がですね、ちょっと気になったのでちょっとまとめてみました。ということで、もしよかったらチャンネル登録高評価していただければなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。